ごめんね、私たち年寄りのために若い人たちが犠牲になって。え、おじいちゃん、上がって上がって。今は幸せ？あんたみたいな子がおると迷惑なんよね。迷惑？何してんの、誰か止めてよ、止めて。この人のおかげで私たちの幸せが成り立ってるの。え？誰かを救いたい的な。ごめん。じゃあ俺のことも救ってくれよ。本当にあなたのことを思ってるの。地球上の幸せには限りがあるの。子供は子供らしく子供を演じてればいいのよ。逃げたって無駄よ。どこの世界も同じなんだから。何幸せそうな顔してんの。みんなに幸あれ。